マザーボードの構成図。いくつかの拡張スロットとオンボードの周辺インターフェースが存在する。スーパー IO は1980年代後半からパーソナルコンピュータのマザーボード上で使用された入出力用集積回路の形態である。スーパー IO チップは多様な低体域デバイスのインターフェースを組み合わせたものである。一般的に以下の機能を提供している。 スーパーアイ、オーチップはゲームポートや赤外線ポートのようなインターフェースを備えていることもある。多くの機能を一つのチップに組み込むことによってマザーボードに必要な部品を削減し製造コストを下げることができる。一部のチップは PC のケースが開けられたことを検出する機能を持っている。PC が登場した初期から中期といった半導体技術の発展途上期には 周辺機器類接続用に PC 内部で I-O 機能を拡張するには拡張カードによって対応する携帯が主流であった。やがてこのような機能の多くがわずかな半導体で実現できるようになるとマザーボード上に組み込まれた。当初のスーパー I-O チップは CPU とはイサバース経由で通信していた。イサバスは PCI バスに置き換わったがスーパー I-O チップは マザーボード上にイサバスが残り続けている最大の要因であった。やがてスーパーアイ、O チップは CPU と通信するためにイサバスではなく LPC バスで接続されるようになった。LPC インターフェースは一般的に CPU 用チップセットの一つであったサウスブリッジによって実現されている。21世紀現在では主要な周辺機器類が USB によって接続されるなど外部インターフェースの整理が進んだ結果、i、O インターフェースの多くが、マザーボード上の一跡によって実現されることが、比較的多くなっているが、従来の i、O インターフェースを必要とする用途では、今でもスーパー i、O チップが利用されている。ニューボトン、イテ、フィンテック、SMSC といった企業が、スーパー i、O コントローラを製造していた。 ニューボトンは以前、ウィンボンドエレクトロニクスのロジック IC の事業グループであった。ナショナルセミコンダクターは以前、スーパー I-O を製造していたが、2005年にこの事業をウィンボンドに売却した。一手のスーパー I、オーチップ IBM 製、マザーボード上の SMSC のスーパー I、オーチップハット USB3.0 のインターフェースのように CPU 用チップセット側に含まれない。 i 大インターフェースが個別の専用 IC でサポートされる例がある。ありがとうございます。